こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、私が最近ハマってるものをいろいろ紹介したいと思います。このトートバッグね、すごく使いやすいんですよ。イラストもあれですね、私がよく描いてるイラストに似てるなっていうか一緒かなまあそれはまあいいとして、じゃん、これはね、私が去年からハマってる飲み物なんですけど、今日もまた紹介します。スイスミスのココアなんですけど、このココアがね、美味しいんですよ。ちょっと作ってみます。でココアを好きな分量入れて、で私はいつも塩をちょっとココアに入れます。そしてココアが溶ける程度のお湯を入れます。そして豆乳を加えます。牛乳が好きな人は牛乳の方がいいですね。で牛乳を加えてちょっと冷えちゃってるので一旦温めます。はい、もうこの時点でね、小さいマシュマロがこのスイスミスのココアに入っとるんですけど、私はですね、ここにさらに蜂蜜を加えてマシュマロも加えます。はい、これで完成です。あー、最高に美味しいです。幸せです。マシュマロもね、ココアで溶けてね、いい感じになっていきます。で完全に溶けるとね、クリームみたいになります。で次はですね、じゃん、これです。これはね、ゆず茶なんですけど、これに蜂蜜を足して飲むのに最近ハマってます。風邪とか引きやすいじゃないですか。良さそうだなって思ってよく飲んでます。こういうさ、ボトルに入れとくと冷えなくていいですよね。便利です。私は結構多めに入れます。そしてここにもね、岩塩入れます。岩塩っていうか、お塩でも何でもいいんです。何のお塩でもいいんですけどね、私は岩塩を入れてるだけです。お湯を注ぎます。そして混ぜます。これで完成です。うん、美味しいですね。こういうのに入れとくとか、冷えないからお散歩とかに持って行って休憩中に飲むのがいいですよね。ぜひ皆さん使ってみてはいかがでしょうか。あ、飲んでみてはいかがでしょうか。次はですね、じゃん、これです。ロイズのチョコレートがかかったポテトチップです。これはね、普通にね、本当に好きなやつです。いや、全部本当に好きですけどね。全部本当に好きなんですけどね。ロイズのポテトチップスが美味しいんですよ。ほら、チョコがかかってます。最高です。いや、私はですね、よくこれをネットで頼んでいます。スマホとかから注文できるんですよ。これ iPhone ケースなんですけど、これにも可愛い猫のイラストがついてますね。マヨネーズとチーズの絵も描いてます。高カロリーもちこと呼んでいます。ロイズもね、オンラインショップがあって頼めるんですよ。ネット、スマホとかでね、簡単にポッと頼めるけ、よく頼んでます。切れたらすぐ頼んでます。美味しい。で皆さんね、お気づきの人も多いんでなかろうかと思いますけど、今回実はこの動画宣伝です。すいません。普通にやってもね、つまんないかなと思って、私が最近ね、よく食べてるもの、飲んでるものも紹介したわけですよ。でですね、グッズが出たんですよ。まずこれです。じゃん、スマホケースですね。他にもね、デザインがちょっと微妙に違うやつとかありますので、よかったらぜひぜひ URL から見に行ってみてください。でそしてこれです。ステンレスボトルですね。水筒です。これもね、デザインが違うのがありますので見に行ってみてください。マグカップです。最後これですね、トートバッグです。今回イラスト、私結構こだわって、線はこういう温かみのある感じの線にしてくださいとか、色もこういう感じにしてくださいとか、結構こだわって作らせていただきました。イラストは全部で5種類あって、トートバッグと iPhone ケースとマグカップとステンレスボトルが出てます。興味のある方は見に行ってみてはいかがでしょうか。他のグッズが出してほしいとかリクエストありましたら、コメント欄の方とかに書いてみてください。 Twitter とかではちょっと早めにもうお知らせしたんですけど、動画でもお知らせしたいと思って、今日はこういう感じでした。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。